巨人阿波のコーチ小ボケを披露するも選手の評判は良くなかった。阿波のコーチが披露する小ボケが選手の間ではあまり評判が良くなくて、最初こそ笑っていたのですが、小学生がするようないたずらやギャグばかり仕掛けてくるので、選手たちも内心はといった感じで毎回反応に困っていました。阿波のコーチがマウンドに来るタイミングが絶妙にワンテンポずれている時があるんですよね。声が小さかったりして何を言っているのかわからない時もあったらしいですし、選手によってはそれが原因でフラストレーションがたまった人もいたと聞いています。別のチーム関係者、南角さん、こういう理由で好かれないのは悲しい、笑い、これはちょっとかわいそうで草、おっちゃんのギャグには笑ってあげるのが礼儀やぞ、腹の小ボケは許されてたのに冷たすぎるやろ、でも人は良さそうだよな、なんかデブにはムカついたけど阿波のは嫌いになれんわ、切ないおっちゃんなだけやん、デーブ大久保よりは全然マシで草、かわいそうやな、なんかよの親父って感じ、別のチーム関係者とか半分机喋ってるだろ。ご視聴ありがとうございました。